こんにちは、こんばんは、ゆうさんです。今日はですね、こちらのファムマグ2020年、こちらを紹介していきたいと思います。で、まあ、紹介していくと言いましても本の内容ではございませんでして、こちら付録の方ですね、特別付録ロッジネジ式ディスペンサーボトル3本セット、これが欲しくて手に入れてきました。ファムさんの付録って毎回ですね、かなりいいものが多くて、で今回のこれは特にいいなと思ったので手に入れてまいりました。でこちら裏面には、まあ、使用方法とかがね、説明が載っておりました。まあ、ざっくり説明すると、ラージメスティンにこうシンデレラフィットするよとか、この液体を入れて使うんですけども、この液体が全く漏れないよ、でしかも切れも良くて使いやすい、で調節も出す量の、ね、調節もできますよと。何よりもね、調味料だけではなく食器用洗剤とかシャンプー、リンス、ボディーソープとかも入れれるんですよっていう、なんかすごい豪華な付録ですよね。安全&便利に様々な液体を携帯できるリキッドコンテナ。そう、デザインも可愛い。ただね、残念なのは俺個人的にカーキ色が欲しかった。それでは実際に付録の方を開けてみていきたいと思います。こんな感じ。なんか色もね、パステルというかちょっとポップな感じがして可愛いですね。ただやっぱりカーキ色が欲しかった、そこだけが残念。この水色はカーキだったら嬉しかったな。でデザインはこんな感じで、結構ツヤツヤな感じですね。ツルツルした手触りのデザインとなっておりました。滑って落ちるレベルで、ほんとこんな感じでサラッサラですね。一個一個のサイズ感がかなりちょうどいいなと思いました。内容量は 120ml まで入りました。これ実際に書いてはなかったんですけども、計量器で測って入れてみたところ 120ml が多分ちょうどいいぐらいの、まあ、満タンぐらいの容量ですね。でキャップを回して黒い部分がね、中に入るとこれが出る状態みたいです。で一定容量以上はもう全く回らなくなって、こう空回りするような感じですね。結構勢いよく出そうな感じかな。で閉めるともう全く出ないですね。で、入れる容量はここから入れる感じですね。ちょっと入り口は狭いんですけども、なんかとりあえず匂ってみるっていうね。でこれ今実際に水を入れてきました。まあ、振っても全く出る様子はありませんでした。では実際にどんな感じに出てくるのかっていうのを試してみたいと思います。でこれかなり今締めてる状態で強く押してるんですけども、全然出てこないです。何の心配もない。これ以上強く押すことってまずないので、普通に使用する分に至っては漏れる心配はなさそうですね。でここを少し回すと、もうねちょっと回すだけで水滴レベルですけど水が出るようになりました。でここの調節で出る量も多少変わるみたいですね。溢れてきた。で前回でない感じで出してみると、こういう感じでなんかちょっとね、どっか狙いを定めれないという感じでしたね。で前回で開けると勢いよく押せばかなりしっかりと出ますね。まあ、こんないっぱい出すことって多分めったにないと思うんですけども、勢いかなりよく出ます。でこちらオリーブオイルとか、まあ、例えば油とか、あと粘度のある、まあ、甘い調味料、例えばパンケーキにかけるメープルシロップとか、そういうのもしっかり出るようになっているそうですね。水がこれだけ勢いよく出るので、確かに問題なく出てきそうな気がします。これはまあちょっと実際には試してはいないんですけども、いかんせん3つしかないので、何を入れるかっていうのをね、かなり考えないといけないなと。なのでもったいないことはできないなということで、ちょっとねそれは試せてはいません。でこれ今映像で出てる部分なんですけども、蓋の開け方が全部こう右回りに回すと開くんですけども、上のキャップも右回りに回すと開くんですね。なので下がちょっと緩く閉まっているとか、しっかり閉まっていない場合って、下の部分、上を回したつもりなのに下の部分が一緒に回ってしまうので、そこだけ注意が必要かなというふうに思いました。なので上だけ回して出したつもりが全部出てしまうっていう可能性もありますよね。まあそんなミスするのは多分僕ぐらいだと思います。まあ使用される場合はね、念のためしっかりと下の元の部分が閉まってるかっていうね、確認をされた方が安心できるのではないでしょうか。それにしてもなんか面白い作りですよね。ここが出てると全く出てこなくて、これが中に入ると液体がちゃんと出てくるっていう、いやなんか特殊な作りで、まあ、しっかりと
液漏れを防止されている、かなりいい製品だなというふうに思いました。もう付録じゃなくて普段から販売してもいいんじゃないかなというようなレベルですね。今回のこのディスペンサーボトルなんですけども、ラージメスティーンに綺麗に収まるみたいなんですけども、私は持ってないので、こちらのねチャムスのケースに持って入れていこうかなと思っております。で、まあこういう調味料をね入れて持っていくようなディスペンサーボトルとなっております。まあただ醤油とかはね、まあ、このサイズ割と気に入ってたので、まあ問題なく使えてたんですけども、まあ、こういうオイルとかこの蓋形式のやつですね、閉まってれば何ら問題なくこぼれることはないんですけども、何かの拍子で蓋が開いてたらもう大惨事ですよね。そういう時にこちらのディスペンサーに入れていれば漏れる心配が全くないと、最高だなと思います。あとね、こういうお酒とか、これもね同じ、たまに使いたいんですよね、酒蒸ししたい時とか。これも蓋形式はやっぱちょっと怖いなぁ。味ぽんも、まあ、同じ蓋形式なんですけども、これはこのデザインのこの感じが気に入ってるからこのまま持っていくかもしれません。まあけどね、このロッジに入れて持っていけば安心して持っていける。サイズも 120ml まで入るので容量も困ることはないですね。今回なんですけども、僕は何よりもここからの動画を注目してもらいたいなというふうに思います。雑誌には液体調味料っていうふうに記載があったんですけども、実はこれオイルランプとかその燃料入れにも使えるんじゃないかなというふうに思ったんですね。今までこのナルゲンボトルを使っていたんですけども、蛍光が大きくていつもね入れるのがちょっと入れにくかったんですよね。まあ外だからこぼれてもいいかなっていうのはあったんですけども、まあ、どうしてもやっぱこう上手に注げないと言いますか、上手に入れれないってことがあったんで、今回のこのディスペンサーを見た瞬間にこれ使えるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。それで僕あの担当の方に連絡を取りました。調味料以外の例えばアルコールであったり灯油、そのようなものを入れても大丈夫なのかどうかっていうのを担当者の方と直接お話をして確認をいたしました。その結果なんと全く問題ないですよというふうに回答いただきました。なので今回のこのロッジのネジ式ディスペンサーボトル、こちらは例えば灯油であったりアルコールランプの燃料用アルコールを入れても何ら問題がございません。ただ持ち運び等はね自己責任ということになりますので、取り扱いにだけはねしっかりと注意していただきたいということです。ですので早速ですね、ちょっと灯油を移して実際に使ってみたいなというふうに思います。まあ、お気に入りのデイズのオイルランプにこちらの容器で注いでいきたいと思います。1点だけ担当者の方からお伝えいただいたんですけども、こちらこぼれたりしてここのロッジのロゴの部分を強くこすったりしてしまうとこのロゴがね消えてしまう可能性があるので、そこだけは気をつけてくださいねということでした。逆にそれ以外の心配は何もないということです。担当の方にもこれ公表していいかっていうのも確認したんですけども、公表していただいて結構だということだったので、今回こちら動画にさせていただいております。めっちゃ注ぎやすいんですよこれ。今までのが何だったんだって思いますね。で蓋なんですけども、これ余談ですけども、ここにオーリングつけてます。これで上ここから漏れることはないと。ただね、周りから普通にこぼれて出てくるので、あの中に灯油とかね入れて持ち運ぶのは危険なので気をつけた方がいいと思います。もうこのランタンすごい気に入ってて、光の感じとかコスパもいいし、キャンプに毎回持っていく一群のアイテムのランタン、デイズのランタンとなっております。この炎の揺らぎ感がすごい気に入ってるんですよ。で灯油入れた状態でもこれも全く漏れなかったですね。しっかり締めていれば何の心配もないという感じです。振っても出てこない、ちょっと押しても出てこないので、まあ、これから安心して灯油これに入れて運び持ち運びができるなというふうに思いました。いやまさかね灯油とか入れれるとは思ってなかったのでかなり嬉しい。担当者の方もかなり気さくに返答いただきまして本当にありがとうございました。はい、ということで今回ファームマグ2020年熟練キャンプの果てにある物欲 VS ロマンですね、こちらについていた付録ロッジのネジ式ディスペンサーボトル3本セットですけども、いやかなり活躍してくれそうです。本当にこれはね手に入れるべきじゃないかなと思います。デザインも可愛くてサイズ感もねちょうどいい、こちらのロッジのディスペンサーボトル、今後ねキャンプ行けるようになったら使用していきたいなというふうに思っております。はい、ということで本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。